はい、どうも、こんにちは。自転車返してです。黒へのレクイエムやってくんだけど、ちょっと今回不安だな。まあ、アイテムめちゃくちゃゲットしたんだけど、前回。いかんせん、あれだよ、なんていうの？どうすればいいかわかんない。とりあえず、薄汚れた人形を、あ、ちょ、薄汚れた人形じゃねえわ。汚れた人形を2つゲットして、で、小太鼓。まあ、この3つをなんか使っていく感じだとは思う。で、多分ね、他の部屋はね、もう、あらゆる手段を尽くしたから、クロエちゃんの部屋でなんかやるんだろうな。まあ、まだね、完璧に探索し終わったってわけじゃないから、積んだってわけじゃないぞ。行ってみよう、行ってみよう。もうできることなんでもやろう。お、誰かに座ってほしそうなソファーがある。お前ソファーの気持ちわかんのか？すげえな。さすが天才クロエ。クロエじゃないわ、ミシェル。そう、前回も クロエとミシェルをすごい言い間違えてた。よし。座らせるか。なんかいきなりいけるっぽいな、これは。何？汚れた人形を2体座らせて大丈夫？なんか、まあ、いっか、座らせるか。はい。ほい。そんな汚れてないけどね。あ、汚れた人形を二人で何？おままごとみたいな。人形は嬉しそうな顔している。お、マジで？ありがとう。鍵かな？お、え、鈴？鈴ですか？鈴か。鈴？ とりあえず装備しよう。鈴と小太鼓で、お、こいつに差し出す。ほらほらほら、人形、なんかこのタイプの人形って小太鼓持ってるイメージあるもん。なんと、兵隊が音楽を奏で始めた。おお、すげえ、正確に8ビート。お、新しい楽譜だ。え、じゃあ弾きに行くか。なんか、クロちゃん、これじゃ足りないとか言ってたもんね、前回。月光弾いてあげたときに。うわ、なになになに？なんだ？なになに？なになに？何の音？え？恐ろしい音したぞ、今。え？大丈夫？クロちゃん。はあ！なんでこんなことに？ちょっと呆然と立ち尽くしちゃってるじゃん。お、何が大変なの？大体察しはつくけど。アバウトだな。さっき突然大きな音がしてピアノが壊れちゃった。あー、泣かないで泣かないで泣かないで。落ち着いて。他にピアノある部屋ないの？あ、あるの？ああ、はい。あそこには嫌な感じが強い。確かになんかミシェルも嫌な感じがして行きたくないみたいな言ってたもんね。お、なんだなんだ？ノワール、ブラン、どうした？何、導いてんの俺を。めっちゃ導かれてんな。あ、嫌な感じが消えた。お前ら。すげえな。お前らのその純粋な、何？猫の純粋な気持ちで、今なら大丈夫な気がすると。一緒に行く？そういや、俺楽譜ゲットしたんだけど。鈴は何だろうな。鈴は3階で使うのかな？よ、違うか。ここあれかな？最後かな？最後の部屋だな、ここ。いや、お前ら本当にありがとう。セーブしよう。よーし、じゃあ行ってくるわ、クロエちゃん。ちょっと俺が先に見てくるわ。おー、すごいな。え、見覚えがある。そうか？気のせいかな。てか、お前なんか前も見覚えあるみたいなこと言ってたよね。ここじゃないけど。お、これはまた美しい音楽が。あ、じゃあ行くか。もう普通に行くか。行っちゃうか。2階って
ってもうあっこしかないもんね。え、マジで？まだ調べる必要あんの？これか、これか。これなら弾けんじゃない？なになになに？あ、びっくりした。クロエちゃん、そんな、ドシンドシン上がってこないでよ。お、早速。てんてん。あ、でもこれ鍵盤が抜けてる。あ、鍵盤がないと弾けないの。ミシェル、鍵盤一緒に探して。鍵盤が取れてるのに、ん？それだけで治るのは無理なんじゃ。おいおい、泣かすねよ、お前。クロエちゃんを泣かすなって。一緒に探そうっつってもさ、クロエちゃんを、自分のテリトリーをうろうろしてるだけだよね、基本的に。部屋を探しに行くのは俺だよね、いつも。ずるいな、なんか。ちょっとずるいぞ、クロエちゃん。もうちょっとさすがにさ、テリトリーを広げようぜ。ここら辺までは探してくれよ。何これ？石板？あー、で、使用人数の鍵か。行ってきまーす。ん？ 2 階北だよね。ここ2階北だよね。なんで？なんで？なんで？もしかして3階と2階を間違えられてるかな？あれ？ほい！あれ？わからん。え、ちょっと待って、なになに、猫鈴いる？あれ、ちょっと待てよ、マジで分からんぞ。鈴、はい、お、ちょっと待って。あ、ブラン、あ、どっちだろうな、分かんねえな。いっか、どっちもいいや。はい、ブランに鈴をつけた。ん？なんだろう？わかんねえ、わかんねえ。はい。ついてくる？もしかして。ついてくる？鈴つけたら。ついてこねえわ。完全についてきてんのかと勘違いしちゃった。うん。あれ？そういや、ここ。そういうことか！怖えな。あ、奥様は私。なに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 、殴られたの、奥様に。奥様 D って誰だっけ、ちょっと見てみるか。 D は、あ、気が弱くおどおどしてる。だ、え、めっちゃ叱られてたじゃん今。おい、奥様ちゃんとさ、こう人によって教育を分けないと。切ったぬいぐるみ見られた。だから、あいつをずったずたにしてやった。早く死体を燃やさなければ。悪い奴だな。お前なんでそんな秘密事項を書き留めてんだよ、ここに。なんだ？てか、使用人室でかいな。お、え、なにこれ？血まみれのベッドか。まあ、とりあえず、探索の鬼になるか。はい、ダンスはなしと。壺、ひび割れてる。ひび割れてる。花の絵。いちいちこれは鍵を開けなきゃダメなのか。で、いちいち誰かに見られてる気がするんだな。なんだろう、何すんだろう。わかんないぞ。本当にわかんない。そういや、ちょっと待てよ。死体を隠さなければっつってたな。切ったぬいぐるみを見られた。だからあいつをズタズタにした。あいつって黄色で書いてあるから多分 D でしょ。あれだな、母ちゃんが使用人 D をズタズタにしたんだな。なんてひどい野郎だ。早く死体を燃やさなければか。俺なんでそこをさらっと読み飛ばしてたんだろう。燃やすっつったらここでしょ。てんてっけてん、違う？よう、なんかヒントくれよ、誰か。ん？
っと待って、ちょっと待って。えぇ、ちょっと待って、人の気配が済んだら見たらいいじゃん、見たらいいじゃん。あ、やべえ、わかっちゃった。ほんと怖えな、このゲーム。なんで俺にそんな恐ろしいことをさせるかな。違った。ハサミで切り裂くのかと思ったけど違ったわ。これがまあ最大のヒントなんだろう。切ったぬいぐるみを見られた。だからあいつをズタズタにした。早く死体を燃やさなければ。待て、これ燃やすか、燃やすか。よっしゃ、来た。ゾッとしたわ、今。燃やすか。消えちゃった。真っ白な灰にすらなんなかったな。これで満足なのかな、お母ちゃんは。え、終わり終わり終わり。この逆に進展というか、何リアクションないのがすごい怖いんだけど。母ちゃんの日記読みに行くか。誰かに見られてる気がする。見られた見られた見られた。と、お、東洋人はやめさせた。ノッポを消した。あとの二人はどうしよう。あとの二人、あの、残った二人か。ちょっと待ってね。一回終わった方がいいか。ちょっとだいぶ積んでてカットとかも挟むから、どんくらいの時間なのかわかんないけど、とりあえず一旦ここで終わりにしたいと思います。いや、疲れた。結構探索してたな。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。次回もよかったらまた見てください。さよなら。